GoTo キャンペーンを、ね、やるって言った時びっくりしましたよね。私その時ちょうどニュースつけてましたけど、そしたらね、あの GoTo キャンペーン前倒しでやりますとか言って、あれ秋とかに延期されるんじゃないのかと思って、もう本当に驚きましたが、まあ、あのそれだけですね、もう GoTo キャンペーンをやらざるを得ないほど観光の産業が疲弊してるんだろうなということも、まあ、だんだん分かってきました。あのいろんな業界の方からもですね、あのお話をいただいて、まあ、あの仕事でね、あの一緒になった方とかもいるんですけど、もう全然お金も入ってこなくて、あの売上げももうだだ下がりで、あのもう家賃払えないとか、まあ、そういう話いろいろ聞くわけですよ。でもう疲弊しているこの状況でバタバタこれから死んでいって、あの産業が荒廃してしまうから、だからもう感染がある程度拡大するということは承知の上で GoTo キャンペーンに踏み出すしかないのだと、まあおそらくそういう考えに、ね、なって GoTo キャンペーン前倒しでやるという、まあ、諸刃の剣を今ここで振るということに、ね、なったんだと思うんですよ。で、まあ、私としては GoTo キャンペーンを始めるときというのは感染が、まあ、完全にというのはないのかもしれないけど相当落ち着いて、そして、まあ、安全宣言じゃないですけどね、もうじゃあ、まあ、十分な注意を払った上で旅行に行けば感染が極端に拡大するような心配も、ないでしょうというような時になって GoTo キャンペーンをやって、そして自分もそれを利用してバンバン旅行に行って東京と地方を往復しまくるという生活になるだろうと思ったんですけども、どうも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 それはね、できないようですね。とてもじゃないけれど、東京と地方を往復するなんてということになります。山形県知事がねやってくれるのはいいけど複雑とか、それから大港市ではないんですよね、むつ市かな、むつ市でもね、それちょっと困るという話があって、まあそれいろんなところで多分その GoTo キャンペーンをちょっとそれはじゃあ受け入れはこちらはできないって言ってて、観光客がなるべく来ないようにするような施設とかね、今後現れるんじゃないのかなというふうに思うんですけども、やっぱね、私もね、あんまり利用する気にならない、まず。で、まあ、そもそもね、まあ、さっき発表ありましたけど、東京都民はなんか対象外とするっていう話あります。まあ、それはとりあえず置いといて、ともかく、これを利用してね、地方に東京から行ったらね、もう嫌がられると思うんですよ。もう春節の時のね、まあ、ネットとかの、やつしか私は見てませんけども、まあ、ネットの書き込みを見るともう中国人が一体どれほどね叩かれてたかってことで、中国からね、その頃に、コロナウイルスのことで避難する目的もあって日本に来た人がいるらしいという話はね、それっぽいことをテレビなんかでも報道してましたけど、インタビューとかして、で多分今 GoTo キャンペーンでやって東京から地方に出かけていったらですね、あの時に、日本にやってきていた2月の上旬ぐらいに日本にやってきていた、中国人の人たちと同じような目で見られるということあるんじゃないかなと思います。まあこういったらなんかあれなんですけど、逆差別みたいなのもあるのかなっていう、そういうの誘発しちゃわないかなと心配ではあるんですけど、まあ、現実問題としてやっぱ東京からね地方に行くと、あいつ東京から来たのかよみたいなことをね、ごくたまになんですけど、もうなんか年に1回とか、2年に1回とかそういうレベルで、そういうなんか東京が嫌いな人にね出会うことがあるんですよ。で私よくわかんないですけど、あと YouTube のコメント欄でも結構こいつ東京のやつだからなみたいなこと書いてあるの見るんですけど、東京を嫌うっていう文化もあるのかなと思うんですよね。だから元から嫌われている、首都東京の、中で感染が拡大していて、そこの人間が外へ行くなんていうことがあると、かなりなんか良くないんじゃないのかなと思っております。私は、まあ、別に地方の人がみんな東京が嫌いだと思ってるっていう話を私は全く言ってるわけじゃないんですけど、ただ声に出さないだけでそういうふうに心のどこかでちょっと思ってるって人もいるんじゃないのかなと私は思ってるんですよね。で、今 GoTo キャンペーンがあって、それ仮に利用できたとしても、歓迎されないと思う。そんな、人にね、負い目を、引き目を感じながら旅行するっていうのは私は嫌なんで、使う気にならないというのが一つ。で、じゃあ私は今後どうするのかって話なんですけども、まあ、これは皆さんに対する提案でもあるんですが、この GoTo キャンペーンというのは、私はね、やっぱり産業が死にかけてるってことだから、産業を救うということも必要だと思うんですよ。自分も本当旅行業とね一緒に仕事させてもらって、それで自分の収入がありますんで、だから使った方がいいと思うんですよ。使ってもう多少経済を活性化した方がいいんじゃないかと思うんですけど、ただ東京の人がなんか遠方に行くとかですね、まあ大阪でも何でもいいんですけど、拡大しているところからあまりしていないところへ持って行って、そこで病院の数が少ないとかね、まあ離島でそもそも病院がないとかあるじゃないですか。でそういうところへ持ってっちゃってうわっと広まると大変なことになるんじゃないかと思いますんで、例えば、まあ、都市部の人は割とその、都市部のところ、なんですか、
医療が整っているようなところで使うとかですね、まあ、地方の方はもう地方の中であの割とまばらに楽しんでもらうとかするしかないんじゃないのかなと思うんですよね。いやそれはまあもちろんあの東京の人間がねあの地方に行った方が、例えばまあ沖縄県民が沖縄県の中でだけで観光するよりも東京都民が沖縄にわーっとみんなで行ったりとかあの北海道に行ったりとかした方が1000万人もいるわけですから、その人たちが散ればねその分だけあの効果大きくなるんですけども、まあ、ただそれをあえて都内で使うと、まあ、都内でというか、まあ、実際都内で使うことはできないんですけど、まあ、自分の家の近所で使うということをすれば周りから白い目で見られることもないし歓迎されないということも、まあ、そんなには多分ないだろうし、自分の地元だから、だし自分の地元の、経済を生かすということにもなってですね、で、それから、まあ、地方は地方でやっぱり、まあ、そこの中で割と落ち着いた状態で、多少の収入回復ということになるんじゃないのかなというふうに思うんですけど、だから私は自分の地域でね使うってことをしたらいいんじゃないのかなと思っております。でちなみにまあ、自分の地域を旅行するっていうのもね楽しいもんですよ。家の近所ね、まあ、地方なら地方で温泉とかあるじゃないですか、県内に。でその温泉のところへ行ってで、まあ、なんですかね、まあ、いつもね近所にあった旅館よくわかんないけどちょっと使ってみようとかですね、観光地ってなんか行ったことあるけど鳥取県民の中でね鳥取砂丘に行ったことない人っていっぱいいるんじゃないかと思うんですよ、多分私の勝手な思い込みですけど。でじゃあちょっと行ってみるかとかね、そういうのあるんじゃないかと思うんで、それで地元を再発見するみたいなね使い方なんかすると意外と楽しめるし、旅行としてもこの機会にやってみたらどうですか。でこれはただ単純に楽しいですよって話なんですけど、でそれからですね、あとなんか他に言うこと、まあ、地域っていう書き方をしたんですけど、まあ、残念ながら東京都民はその恩恵にあやかることはできないようですが、まあ、例えば高知県の人がね、徳島県に旅行に行ったりとか松山や、まあ、愛媛県に旅行に行ったりとかするのはダメなのかというと、そんなダメじゃないような気がするんですよ、私は思うんですけど、まあ、だから別に都道府県とかいう枠組みにわざわざなんかこだわるのはちょっとおかしいんじゃないかと思うんですけど、だからそこにただ線が引いてあるっていうだけなんですから、まあそのなんかね、もしかしたら高知県と徳島県の仲がめちゃくちゃ悪くて、そこのところで県を越えてきたやつはもうなんか全員もう打ち首だみたいな文化があるとかだったら知りませんが、まあそんな多分ないと思うんで、なかなかそういうことは。だからそれ、まあ、その地方なら地方の割とまばらに楽しめるところもまばらにあると。で、まあ、例えばね東京はあれですけど、名古屋大阪みたいな人はね、まあ、例えば愛知県内で見るとかですね、まあ、それも愛知県の山奥の方まで名古屋の人が来たら嫌なのかなと思うんで、まあ、例えば名古屋に住んでる人がね、あマリオットアソシアってどんなホテルなんか一回セントラルビルのね名駅のでかいホテル泊まってみるかとかね、まあマリオットだけじゃなくてもいいんですけど、なんですか、まあ例えばそうね、まあ例が難しいんだけど、まあまあまあ、まあ、要はそういうことですよ。でもね名古屋城の目の前にある立派なホテル名古屋キャッスル、あれ閉まっちゃったんでしたっけ、うん、名古屋キャッスル泊まってみようでもいいしね、そういう使い方したらどうですかね。大阪の街の中は回る窓を例えばね全部開いてるバスがある、西鉄バスにもなんかオープントップバスってのあるそうですけど、あこれ全部開いてるしちょっとじゃあそれ乗って福岡周辺地元のねもう一回見て日帰り観光してみようかな、そういう使い方も十分ありだと思うし、地元の人たちはそれはそれでやっぱ助かるんじゃないですか。で自分の地元の、ね、経済を良くするってことですから、例えばなんですか、そう、まあそうだな、自分の地元の経済を自分たちで良くするっていうのはそんなに悪い気分をすることでもないのかなと思うしね。であとは雰囲気をねすごい感じ取れるってことがメリットなんじゃないかなと思うんですよ、自分の地域で使うっていうのは。例えばまあ、場所によってはね自分の地域は東京を見てると別になんかまああんまりバカ騒ぎするとかはあれですけど、まあみんなほどほどにやってるって感じですよ、見てると。ある程度はやんなきゃいけないことがあるから、仕事があるからしょうがないから満員電車も乗るみたいな生活してて、東京の人たちはその生活をまあある程度しょうがないと思ってる節があるようですけれど、まあ、例えばね、まあ、これ分かりませんけど長野県の標高1000メートルぐらいのところとかね、1500メートルぐらいのところのまあなんか町が例えばあるとするじゃないですか、集落とかね。で、まあ、そこの人たちがもうなんかみんなでね集まって、何かやるってことはもう絶対ダメだと、みんなすごい気をつけてるとかですね、まあ、ちょっとあれかもしれないですけど、まあ、なんとか町みたいなところがあってね、でそこで町の中でちょっとうちはもうまあ、外で出かけるだけでもちょっと良くないよねみたいな雰囲気が例えばあったとしたら、自分たちのそのあうんの呼吸みたいなのがこう拾いやすいのかなと思いますんで、自分たちの地元のことだから。で周りから嫌がられるようなことをしないで、嫌な思いをね、自分もですよ、行く方が行ってお前来んな迷惑だみたいな風な扱いとかされて嫌な思いするってことも避けられるだろうから、だからまあ自分の地域で使うっていうのは事故が起こらなくていいんじゃないかなと思っております。
で、まあ、というのが一番上の私の提案なんですけども、ただまあこれが完全なものであるかというと、そうでもないとは思うんですが、地域の中でね、まあ、多少は人が出かけるわけで、まあ、例えば大阪府内とかね、まあ、大阪と神戸とかそのあたりでみんながこうわーっとたくさん観光してで楽しんで、それで大阪と神戸の外には例えば持ち出されはしなかったけれど、京阪とか、まあ、阪神とか京阪神とかそこら辺のところだけ感染がねうわーっと広まりました。それがいいのかどうかってのは分かりませんが、まあともかく、医療の、なんですか、まあ、余力があるようなねところの中を外れないっていうことをすると、地方がとんでもなく感染爆発して医療崩壊ということになってですね、とんでもないことになるというのを、まあ、防げるんじゃないのかなと私は思っております。で、まあ、でここから先は私はどうするかって話なんですけども、私としては東京から出ないということを、まあ、またやはり当面継続するのかなと思っております。本当はね、6月の下旬ぐらいは私都道府県を越えるってことを今まで特に気にしたことはなかったんですが、まあ、今旅行ということが話題になってですね、県境を越えるということがかなり、前よりもみんな敏感に思っている頃なのかなと思いますので、とりあえず東京都内からはまあ出ない、まあ、一歩も出ないってことをしなくてもいいと思うんですけど、例えばじゃあ川崎に行っちゃいけないのかとかね、なんですか、まあ、何でもいいんですけど、まあ、浦安はダメかとかってそれはちょっと分かりませんが、まあ、ともかく私としては東京から、まあ、乱れに出ないということは気をつけようかなと思っております。で、都内をですね、今後はむしろ積極的に観光しようという考えも持っておりまして、まあ、今まではね、観光施設とかは別に自分で何か制限を設けるということはしてなかったんですけども、まあ、実はね、今日も江戸東京博物館って両国にある、東京の博物館など行ったんですが、まあ、そういった観光施設など空いております。で、まあ、ガラガラ全然人がいない。で、江戸東京博物館がそれで困ってるかどうかは私は知りませんが、まあ、ともかくね、東京に、まあ、いろいろあるところが、まあ、ガラガラになってたりとかして、で、まあ、中には多分それですごい困ってるところもあると思うんですよ。で、そこに人が来ないということもやっぱりそれはそれ問題だと思いますんで、今後はまあもう少しそういうところに人がたくさん来るように、で、まあ、例えば私が江戸東京博物館を紹介したらね、まあ、江戸東京博物館行ってこうだったら、じゃあ例えば江戸東京建物館って、まあ、別の博物館の時にあるんですけど、こっち行ってみるかってなるような人もね、まあ、いるかもしれないし、何が言いたいかっていうと、気をつけた上で自分の地元に対しての経済的な貢献を少し真面目に考えないといけないのかなということをね、皆さんに私からお伝えできればいいのかなと思っておりまして、まあ、場合によってはちょっと今のところ考えてないんですけど、私が紹介できるのは東京のことだけですから、まあ、例えばね、今後皆さんが地元を観光されるということがあったらすれば、まあ、これは仮の話です。これやるという話じゃないんですが、例えば富山県にお住まいの方がね、自分で観光して、初めて立山の上の方まで行ってみたんですよみたいな人が例えばいたとします。でその様子を富山県の方が、GoTo キャンペーンを使って、自分の富山を見つめ直す旅に行かれたようです、密は避けてこのようにこういう風になってました、そのね例を私が紹介するなんてのも、まあ、意義のあることなのかなと思うんですが、まあ、例えばの話ですけどね、皆さんにまあこういうことを考えてますという披露させていただきました。まあ私としては自分の中では GoTo 地元再発見キャンペーンというつもりでいるんですが、まああいにく東京都はね、GoTo キャンペーンの適用対象ではないので、まあ、全部自腹で別に半額にならなくても出かけることはできますんで、自腹で、まあ、都内でこういうことをやろうかなと思ってます。でちなみに鉄道に乗るのかってことですが、まあ一応ねやっぱ非常事態感があるといいかなと思うんで、まあ、今後も鉄道につきましては、まあ、仕事以外は利用しないというつもりで、おります。まああとなんかよほど特殊な事情で今のなんかその鉄道とかのね状況を伝えることが多くの人にとって、利益になると思う場合は出すと思うんですけども、まあそういうよほど特殊な条件を除いては鉄道とかを利用してですね、皆さんにその予想を披露するということもないでしょう。まあ多分タクシーか、誰かのなんか車に乗っけてもらうとか自転車とかですね、そんぐらいかなと思っています。それからあともう一個だけなんか言うことがあったと思ったんだけどな、ちょっと忘れちゃったな。鉄道のことと、あとそうだ、あとはまあそれぞれですね、企業案件がありまして、まあ多くの人たちに自分たちの地元のことを知ってほしいとか、そういう依頼が結構たくさんありますんで、まあ、企業案件については今後も引き続き、お引き受けしてですね、やるつもりで、私としてはおります。で、まあそれはなぜかというと、
私があの全国へ旅行するというのは、まあ、ある程度仕事なんでしょうがないと思うんですけども、ただとはいっても自分が行くか行かないかを決められる、で誰かに頼まれているわけでもないような、まあ、要は不要不急の仕事みたいなのあるわけですね。不要不急の仕事をやって、で遊んでるような雰囲気を視聴者の皆さんに出すというのもちょっとそれは気の緩みにつながるから良くないかなと思っておりまして、ただ人からこれをこういうふうなことできないかという話あって、まあその仕事としてね、関係を結んで、そしてまあやるというような場合には、まあ遊びというよりは本当に歴史とした仕事でやっていて、向こうが必要としてやっているわけですから、それは不要不急の仕事にもならないのかなと思いますので、私としては企業案件については今後とも受けるというつもりでおります。まあだから前と変わった点としては、変わったってことは特にないんですけど、観光施設とかね、まあ、あとは鉄道も利用、まあ、もしかしたらすることもあるのかな、まあないと思うんですけど、まあ、観光施設と、まあ、あとは例えば、まあ、観光バスとかね、水上バスですとか、まあ、そういったものはもしかしたら今後状況によっては利用することがあるかもしれません。まあ、地元の観光という趣旨で。ただまあその東京都が GoTo キャンペーンの中でね、一環で、まあ、どういうふうに今後扱われ世間の中で評価されていくのかということを注意して、また引き続き動画も投稿するつもりでおります。じゃあ大体ここら辺で、どうもありがとうございました。